ビトリア・ミオ。滋賀県から初めての J リーグチームをということで J3 を目指して頑張っている JFL のチーム、ミオ・琵琶湖滋賀を皆さんにもっと知ってもらい、そして共に応援してもらおうというコーナーです。今週も2016新生ミオに加わった新加入の選手をお話を聞いてまいりました。さあどんなお話が聞けるんでしょうか。さあ今日のゲストはミオ・琵琶湖滋賀今季から新加入のこの方です。では自己紹介からお願いします。こんにちは、今年から加入させてもらうことになりました原口大輔です。よろしくお願いします。さあ原口先生よろしくお願いいたします。今ミオに、加入して、そして練習合流してどれくらいですか。今2週間ぐらいですね。今現状でミオの印象はどうですか。みんな結構仲良くて溶け込みやすいんで、結構まあいろいろみんなとちょっとずつですけど話しながらやれてるんで、そこは結構良かった部分ですね。残ってる選手を見てて、おこの人うまいなとか、この人ちょっと参考になるなみたいな選手もいたりします。そうですね、まあみんな、まあ、結構上手い選手は多いんで、まあ、まだなかなかボール使うっていうトレーニングもそこまで頻繁にはやってないんですけど、まあ、でも参考になる部分はたくさんあるんで、その部分は自分吸収していけたらなって思ってます。そうそうそうですね、ボールを使うトレーニング、ね、まだまだこれからという感じですもんね。印象としてよう走るなっていうのはあるんじゃないですか。そうですね、まあ最初大学卒業した時に、今の監督と2年やらせてもらってたんで、まあ、そういうのは分かったんですけど、やっぱ久しぶりにやってみるとやっぱり、まあ、きついというか、まあ、大変な部分はありますけど、まあ、面白いんでそこはやりがいはあります。さあ、まあ、新加入ということもありますからね、ちょっと素顔に迫ってみたいと思うんですが、一番最初サッカー始めたのは何歳の時。幼稚園入ってすぐとかなんで、5歳とかですね。それぐらいからやってた記憶はありますね。一番最初始めたの何やったんですか。何人か分かんないですけど、気づいたというか、はい、そういう感じですね。本格的にもうずっと俺はやっていくぞ、サッカーやっていくぞって思ったのって何か覚えてます。あの試合やなとか、これくらいの頃とか、中学校高校といろいろあったと思います。試合とか特にないですけど、まあ、ずっとサッカーやってきたんで、まあ、サッカーで、はい、やっていけたらなっていうのはずっと思ってたんで、今シーズン、まあ、これからまさにですね、シーズン開幕に向かってポジション争いもね、大変な時期になってくると思うんですが、自分の中でミーオでこの位置に入れたらいいなとか、こういう風にミーオでプレーできたらいいなというイメージってありますか。そうですね、まあ、まあ最初からスタートで出れるようにずっと全試合そうやれるようには思ってます。目標ですね、それが。なるほど、そうですね、開幕からスタメン、そして全試合ぜひ目標にしていただきたいと思います。さあ、まだまだね、お話いろいろお伺いしてまいりますけれども、なんといっても恋愛ボヤージュというね、この番組タイトルです。恋愛のお話もちょっと聞かせてもらうのがこの番組なんですが、そういうお話も OK ですか。はい、大丈夫です。さあ、なんといってもシーズンはバレンタインです。原口選手にもバレンタインの思い出が何かあったらなと思うんですけれども、思い出もしくは、ね、バレンタインこんな風に渡されたら嬉しいなとか、こういうものやったら嬉しいなという何かあったりしますか。そうですね、まあ、まあ手作りとかやったら嬉しいですね。やっぱり男性陣は手作りに弱いんですね。そうなんですかね、ちょっと、はい。どんな感じで渡されるのが理想的ですか。練習終わって一人でずっと待ってくれてたりとかですか、それともちょっと知り合いやったりとかすると、どっか
呼び出されたりとかの方がドキドキします？呼び出されたりの方がいいかもしれないですね。じゃあできれば人がいるとこよりも2人の状態になって渡されたい。そうですね、はい。番組をお聞きのリスナーの皆さん、特に女子、ね、どうやって渡そうかなと思ってらっしゃる方はこれ、ね、できる限りみんなのところではなく呼び出す、こっちでいきましょう。さあ、そういうというわけで恋愛のお話も少し盛り込んでみましたけれども、さあシーズン、ね、3月には開幕が迫っております。開幕はいきなり関西ダービーです。なら、そうですね、まあ、はい、絶対勝ちたいんで、まあ、それに向けて、まあ、また明日からしっかり積み上げていけるようにしたいです。そうですよね、まあ、もちろんどこのチームにも勝ちたいんですけれども、関西で対決と思うとね、余計に勝ちたい思いが強くなると思います。まずはでもね、開幕スタメン、こっからですよね。そうですね、はい、ここから多分ゲームとかもいろいろ入ってくると思うんで、そこでしっかり自分のプレー出してスタメン取れるようにしていきたいです。チーム自体の目標を考えたときには、これくらいまで順位いけたらいいなってありますか？まあ、年間優勝は目標なんで、そこをしっかり達成できるようにやっていきたいです。優勝というね、あの心強い言葉をいただきました。さあ、では最後になりましたけれども、このね、番組をお聞きの皆さん、そして、ね、三尾琵琶湖滋賀のサッカーをまだ見たことがないという方もいらっしゃると思うので、そのあたりにもメッセージいただきたいと思います。まあ、なんといってもね、 JFL 今はもう大阪でも見れます、奈良でも見れます、そしてもちろん滋賀でもね見れますから、遊びに来ていただきたいという思いも込めてメッセージお願いします。まあ、見てる人が楽しいって思えるような試合ができるように僕らも頑張るんで、時間があればでも大丈夫なので、またスタジアムに足を運んでもらえたら嬉しいです。スタジアムにじゃあ足を運んでくださったリスナーの皆さんに、原口選手はどんなプレー見せてくれますか？そうですね、まあ、一番いいのはゴール取れるシーンを見せれたらと思うんですけど、まあ、それができれば一番いいんですけど、まあ、グラウンドで頑張ってる姿を見てもらえたらと思ってます。控えめですね、ゴール決めますではなかったけれども、はい、ぜひとも、ね、ゴールシーン見たいと思います。というわけで今日は三浦琵琶湖市が今季からの新加入です、原口選手に遊びに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。